関東リーグがやってまいりましたと。第2節。緊張してるんですか？普通ガチガチでハンドルももう回せなくて。左方向入り口です。来たー。今日も関東リーグがやってまいりましたと。第2節初アウェイですね。前回はね負けましたね。前回は負けましたね。惜しくも0-1と。今日は今日はですね、南葛 SC ということで。南葛南葛 SC ですね。キャプテン翼のね、高い先生がね、あの書いてる南葛 SC の、 あの実物がねありまして、今日そこのチームの対戦ということで。うわー、いいねー。しかもなんか噂によるともう J リーガーがバコバコ入ってる。そうね、俺知ってる選手いっぱいいますもん。もう相当強いんじゃないかと。ってことで今流行りの ETC 普通に入っていきますよ。いい。今日も勝利にインしたいですね。そうですね。ってことで本日は東京方面へ向かっていきます。久しぶりの首都高ですね。皆さん来ました、首都高。いや嬉しいね。はい、じゃあ今日の朝飯です。最近ねファミマで新しく売ってんすよ、これ。もうないそれ。プロテイン知ってます？それあれだね、ウイダインジェリーじゃないの？ウイダインジェリー。じゃんじゃじゃーん、じゃんじゃじゃーん。やっぱ首都高はね高級車が走ってるイメージ。俺らやっぱ車好きだからさ。まあそうね、車好きだからね、テンション上がるんだよね。昨日もねお台場行ったんですよ。おお、お台場。あのトヨタのメガウェブって知ってます？あ、わかるよわかるよ。あそこ行って興奮してましたね。ってことで今回はじゃ あの高級車を探そうのコーナーでいきましょう。うん、そうだね、探していこうのコーナーに行こうか。現地のジャイアントさん。はいはい。そちらの状況いかがでしょうか？はい、こちらですね、今首都高の方走ってるんですけども、目の前にですね、はい、あのメルセデスのあのちょっといい感じの車がですね走っております。あ、グーグルグーグル、あ、グーグル欲しい、グーグル欲しい。はい、引き続きどうぞ。あちらは GLE か C ですね。 E か C でございますね。なんていうんですかね、あの上品なホワイトとあの後ろのクーペをね、モダンなデザイン、そしてそれを SUV と浮かさせるこの巧みな技がね詰まっております。おっと、左側にキャデラック。キャデラック、これはエスカレードではないな。これはジャイアントさん大丈夫ですか、現地の方？ あ、こちらエスカレードですね。燃費が悪いでおなじみエスカレードです。でも本当にラグジュアリーな乗り物ですよね。もうアメ車って感じですね。ザ・アメ車ですね、やっぱりね。私は SRX に乗りたいと思っておりますよ。皆さんついてこれてますか？おっと、こちらにレクサス。おー、レクサスですね。これは RX ですかね。何の略ですか、RX って？ RX は、あれですね、ラジオクロスオーバーですね。ラジオクロスオーバーですね。はい、じゃあ引き取ります。はい、お願いします。放送事故だな、これは。あ、出た。カーナビアプリはナビタイム。回ってました。おしゃれな壁だ。ブルガリアヨーグルトだ。明治ブルガリアヨーグルト。これってあれですか、金髪先生のとこですか？そう、金髪先生のとこですね。金髪？金髪？金髪。普通に間違えた。真似できるんですか、金髪先生の。金髪先生？はい。いや、できるかできないかじゃない、やるんだっていう、ね。かっこいい。うん、やっぱりね。お願いします。はい。そんなんだっけ？こんなんでしょ？そんなんだっけ？エガちゃん、エガちゃん、エガちゃん、金髪先生からのエガちゃんってください。はい、はい、はい、ずっとエガちゃん、ずっとエガちゃん。いや、いいね。うん。何が？天気天気。はい、あとの、8分で到着予定ということでね。今日はね、11時半集合ですから。え、10時44分着っすよ。らしくないね。いや、大人ですからね。45分前集合。こちとら大人ですから。45分前にジャイアントが到着って、緊張してるんですか？そうです。実はガチガチで、ハンドルももう回せなくて、まっすぐしか進めない。会場到着です。ツッツーはなんかね、近くのコンビニで昼飯を買いに行くってことでなんか散歩しに行きました。うん、荷物置いてますよね。荷物はね、完全に置いてる、ね。あ、これじゃああれですね、うん。締め出ししましょう。うん、あれだね。あれまさにあれだね。はい、ツッツー戻ってきました。鍵閉まってますよね。鍵閉まってます。おお、来た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 。カレーだなあれ。何買ったの？ちょっと商品紹介してよっつって。商品紹介面白かったら中入れてあげてもいいよ。カレーだぞあれ。え？何あれ？何？え、何これ？玉ねぎの旨味チキンカツカレーだ。乗車拒否です。はい、今日の会場です。なんかめっちゃいいグランドっすね。
めっちゃいいね、グラノメ。青と緑とね、スカイツリーも見えるじゃん、うん、すごいいいロケーションだね。うん、有観客ですもんね。有観客、観客入りって久々じゃない？いや、俺の密着では初だと思う。初めてか、はい、初めて、公式戦初っす。うわー、ちょっとごめんなさい、緊張するって言ってみた。やってみた。タタ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 タサンバさん、喋らないから。喋らない。ここジャイアントの土地としましょう。あ、オッケーです。地主さんだ。はい、地主です。はい、ジャイアントの土地です。はい、トイレ行ってください。最高でーす。映るなー。あ、叶えてる一言。つなぎ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 。ちょ、ジャイアントが今トイレ行ってるから。つなげつなげ。ビジネスで今日も全員で勝ちましょう。はい。今日なんか暑い、ジメジメしてますね。うん、動いたら暑いね、うん、間違えた、動いたら暑いね、間違えたらおかしいおかしかない。おい、カメラ意識するんだかない。俺が一番意識してるから。全然試合勝ちましょう。緊張せずに、緊張せずに行こう。自分たちのペースで。はい、行こう。5、4、3、2、1。全然乾いてる、乾いてる。始まるよ。来るよ、来るよ、来るよ。だってなっちゃん来て。ごめん、滑舌悪かった俺。下がりすぎなくていい、下がりすぎなくていい。マジで言ったら上がっていいから。リスタート早いから。相手足止めろ、ギレージカーサルだけで、カーサル、手の上げる、手の上げる。なっちゃん背後、みんなであそこは基本的に余っていいから。勇気あるさ、もし入ったら勇気のまっすぐ下がってみんなに違うさせればいいよ。左ナイス、オッケー、ブラボーブラボー。相手上手いからすぐ来るね、こっちに。ナイス、俺さん。もうさ、あの入れ替わったらしょうがないから、ここは頑張るのね。マイナスもあるよ、マイナス。マイナスすごいなんか人気あるぞ、マイナス。ほら、マイナス人気あるよ。クリアー！中前でも一番下にもあるよ。クリアー！しっかり見ろ！ロバール！いやー！クリアー！しっかり見ろ！ロバール！いやー！なんで落ちたよ？ノパン、ノパン、見た、ノパン、見た、ノパン、見た、ノパン、サンキューよ、粘るぞ、今ここ粘るぞ、粘るぞ、はい、前半終了です。来てねえな、今。前半終了しまして、試合は2対0で難達リードで折り返しです。あそこが人動くからボール動くんじゃない？あそこは回させちゃっていい？別にいいじゃん。ここで持たれたら怖くないじゃん。ここでこうやって出てくから怖くんじゃん。そっちがうまいから。ブロック引いてもうフォワードかそのまま立ってから頑張って。そうなんですよ。そうなんですよ。3点取って勝ってくるじゃん。はい、行こう。シャイシャイシャイ。はい、行こう行こう行こう。アウト、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 アウト
キープ。よしよし。お疲れです。お疲れ様。悔しいね。2連敗ですか？開幕。実質ね。実質ね。うん。実質じゃないでしょ。コンビニ紹介しましょうってか。そうだね。俺らの飯、俺ら飯。では。迷子の巨人がいます。俺のコンビニ飯。いいね。普段買わないものを1個買うってどうですか？あ、いいよ。それで行きましょう。では皆さん行きますよ。ハンドルが勝手に。セブンに。と思いきやジープとにらめっこ。微妙な立ち位置。わからない。うわ、今よ。入ってる入ってる入ってる。はい。はい、セブンで買い物終わりました。普段買わないもの、私はこちらです。はい、豆腐バー。ああ、これはヘルシーですね。これ新しい新商品かな。しかも柚子胡椒風味ということでね。大人です。まあ、これでビールとかやりたいね。だし炊きあさりご飯ですね。結構あれだね、いいね、なんかヘルシーじゃないですか、ほら、うんうん、満腹感もあるし、ヘルシーさもあるというね。じゃあ何かと思います。はい、じゃあですね、まずこちらですね、鮭そしてこちらですね、きた、はい、糖質 0g サラダチキンバーブーパンパン満足バーバー満足バー、はい、ということでね、例えば君がいるだけで心がってことでね、はい、君だけのプリンということでこれはね、君しかないのかな。卵黄とミルクの贅沢な味わい、君だけのプリン。美味しそうね。君だけのプリン食べてみてはいかがでしょうか。はいということでね、試合は負けてしまいましたが、来週は天皇杯予選と、来週はレモンギャススタジアムで、横浜桐蔭大学と大学界でも相当もう有名な、めちゃめちゃ強いチーム対戦ということで、勝利をお届けできるように頑張りたいと思います。3連敗にならないように頑張っていきたいですが、もし万が一3連敗になってもチャンネル登録、高評価、コメントは絶対忘れないでくださいね。ということで、またお会いしましょう。ジャイアント。